お昼ご飯にマック買ってきたよ。イエーイ、いただきます。ちょっと待って、マックといえばわかる？シェイク。食べる。ブー。いいな、好きなこと。まあそれもわかるけど、マックといえばハッピーセットでしょ。今回のハッピーセットはマクドナルドさんとニコプチさんとブランドさんのハッピーセットのコラボなんだよ。すごいよね。すごーい。そうなんだ。今回のハッピーセットは6つのブランドの超かわいいファッションアイテムがついてるよ。すごーい。ねねの好きなアルジーもついてる。メゾピアノもある。よかったね。じゃじゃーん、全部で4つ買ってきました。すごーい。美味しそう。あ、何があるかな。そうしてシールもついてます。かわいい。なんと裏にはハッピーセットの内容や私たちが大好きなニコプチさんのモデルが載ってます。かわいい。りんちゃんかわいい。もう我慢できない。もう食べるね。いただきます。メインはこれなくてこれだから、すみませんでした。じゃあ開けていこうか。うん、切るよ切るよ。なんだろう。あ、それだける。あ、開いた。あ、ここだ。すごい。これはディアブルのサマーバッグです。かわいい。シールでいうとこれです。うさぎがかわいい。パイナップルやメロンソーダが書かれて夏っぽいサマーバッグになっています。そしてここ口が閉じるので使いやすいです。なくしにくいね。うん、物も夏っぽい。リナはこれが出ました。かわいい。バナナチップスのフラワーヘアクリップです。かわいい。これはピンクと赤のチェック柄で、真ん中にあるこのお花がメインでかわいいです。かわいい。リナちゃんっぽい。リナちゃんっぽい、似合うね。アリサは2つ一気に開けます。いくよ。じゃあまずは何でしょう。じゃあこっちから。開けます。かわいい。かわいい。キティちゃんみたい。かわいい。メゾピアノ。私はメゾピアノのハート型サングラスが出ました。かわいい。このリボンがかわいいし、それにここに貝殻がついてるところ、とてもおしゃれです。それに真珠みたいな感じで。かわいい。ハート型がかわいい。紫だし。次はこれです。いくよ。あ、可愛い。あ、これアルジーだ。これはアルジーのリボンカチューシャです。この大きなリボンが特徴で、それにこの周り全体的に貝殻とか人手とかがたくさんあって可愛いです。星もあるよ。今回は超かわいいファッションアイテムを紹介しました。あと2種類あるので、まだ買ってない子はマックへ急げー。あ、それは